とうございます。今回は喧嘩しないように2人で作ったの。楽しかったよね。うん。はあ、そうだったんですね。嬉しいです。はい、どうぞ。おいしい。どっちもすごくおいしいです。もう慌てないの。いっぱいあるよ。あー、幸せでした。あ、ご機嫌だな、ニッチ。目がなくなっちまったよ、俺。はい、チョコをたくさん食べてお腹いっぱいなんです。チョコもらったのか。はい、しかもカリンちゃんとキンティさんが手作りで、二人とも上手に作ってくださって美味しかったです。あれ、トリハさん、どうしたんですか。あ、もしかして食べたかったですか。すみません。なんなんだよ、お前ばっかり。手作りって、しかも2人から。鳥原さん、どうしたんですか。バレンタインデーなのに、トリコちゃんがいないんだよ。なるほど、トリコちゃんからチョコがもらえなくてナイーブになってたんですね。お、ナイーブ。お、バカにしてるな。これでもな、トリコちゃんから毎年チョコもらってんだよ。喜んでもらえてよかった。え、このチョコいつもお世話になってるんだから、トリハー君に渡しなさいってお母さんが。ああ、そうだったんですね。トリコちゃんどうしたんでしょう。あ、そうだ。なるほどな、わかんないことは漢字に聞こうってことか。困った時の漢字頼みってやつだな。よし、俺っちに女心教えてくれ。ついでに男も書いとこう。お、来た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 。うん、男と女、男女、よっしゃー。早速なんだけどさ、トリコちゃんについてどう思う。自分は脈ありだと思うっす。今回まだ現れないのはきっと照れ隠しっす。お前ノリいいな。そうかな、やっぱそうかな。何言ってんのよ、バレンタインデーよ、バレンタインデー。どんなに照れてようと、こんなに分かりやすいチャンスの日に好きな男に何のアクションも起こさないなんてことはありえないわよ。もう全然女心が分かってないんだから。いや、女さん厳しめ厳しめ。でも、もしかしたら何か事情があるかもっす。急用ができたとか、他にも。ああ、確かにね、好きな人には万全な状態で会いたいっていうのはあるから、気持ちが落ちてたり体調が悪かったりしたら会いに行けないかも。あ、でもそんな時に相手から電話なんて来たら嬉しくて舞い上がっちゃうかも。あ、もしかしてこれってチャンスじゃない。 LINE じゃなくて LINE じゃなくて電話 LINE じゃなくて電話電話。そうだな、その手があったな。もしもし、もしもし、俺だけど、もし、あれ？おかしいな。いつもはすぐ出るのに。あー、どうしたんだろう。もしかして、どこかで事故したとか？事故したとか？鳥原さん、落ち着いて。こういう時に悪い想像するのは良くないっす。そうよ、弱気になっちゃダメ。まずはお家を見に行きましょう。大丈夫、愛し合う二人は運命の赤糸でつながってるんだから、相手を信じて。赤い糸、赤い糸、糸、糸おかし、あ、そうだ、こいつの力を借りれたら、もしかして中島さん、頼む、来た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 、中島さん。中島さん、あ、じゃなくて糸くん。事情は分かってるよ。トリコちゃんのところに急ごう。はい。あ、ダメだ、窓が閉まってる。心の扉も閉まっている。大丈夫、
僕の糸は物を通り抜けられるから、作戦通りやってみよう。え、それ不法侵入じゃ。うん、でも助かる。よし。すごい、すごい、糸くんすごいよ。はあ、できた。バッチリ。頼む、届け。突然糸電話が飛んでくるんだもん。どうしたの？ね、びっくりさせちゃってごめん。電話出なかったから心配でさ。そっか、ちょっと風邪ひいちゃってさっきまで寝てたの。後で連絡するつもりだったんだけど心配かけちゃってごめんね。うん、今日はバレンタインデーだもんね。大丈夫、ちゃんと用意してるよ。というか、かりんちゃんたちに影響を受けて手作りチョコを頑張ってみたんだけど、なかなかうまくいかなくて夜遅くまでかかっちゃって、それで風邪ひいちゃったんだよね。明日渡すね。もういつでもいい、いつでもいいよ、いつでもいいよ。ありがとう、楽しみにしてるね。温めに行こうか。温めに、お大事に。ありがとう。やった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 、今なら止めるかも、今なら止める、今なら。よかった、本当によかった。でもちょっと羨ましい。あら、じゃあ私がチョコレートあげようか。え、みんな仲良し、めでたしめでたしですね。漢字を実際に書いてみましょう。準備はいいですか？それでは行きますよ。よーい、スタート。
みんなしっかり集中できてますか？
押しです。Thank you.
疲れ様でした。さあ、それではお家の人に店に行ってみてね。次も一緒に頑張りましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。またね。バイバイ。ちゃんと勉強しろよ。頑張ってくださいね。